陳樹。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 十一年、二百三十三年。元3七年。二百九十七年。は、中国の三国時代の職官と精神に仕えた、官僚。字は、正祖。三国史の著者である。自身のつけは、新女にある。おいは、陳夫、字は、長信。陳の時。字は、宿土。 賃外、字は、達しは。はじめ学識の高い州に指示し、食官に仕えるも、官官の子を明に逆らって左遷された。また、父の母に服していた時に病気にかかり、下女に薬を作らせていた。このことが発覚すると、親不幸者として求断された。これは、儒教の礼教において、親の母に服している時に、我が身をいたわるのは、もってのほかとされていたからである。 このため食官滅亡後も、しばらく仕官できなかった。やがて、同門で、かつての同僚ら剣によって推挙され、精神に仕えた。芝縁、武帝にその才能を買われて、駅州の地方紙である、駅吹き宮殿、駅吹き宮雑記や、食官の諸葛亮の文書集、諸葛領集を編纂し、長からに高く評価された。このほか、やはり高く評価されたという、 古国史を表した。これらの実績を踏まえ、三国史を編纂すると、長家は、真女はこの本の後に続けるべきであろうなと称賛した。長家の性的であった、純次へは、真女を歴史家としては評価していたが、三国史の義史の部分に気分を害する箇所があったため、真女を外地の長考軍大使に任命した。真珠はこれを、母の病気を理由に辞退したが、 経緯を知った森代の推薦により、検察秘書官であるおさむかきさむらい御師に任命された。また、歌謡国史によると、小書老の李情、李福の子は、同門の先輩であり、職官に仕えていた時の中は、良好だったと言われる。だが、職官が滅び、進むの世になると、些細なことから、両人の中がこじれて決別し、後に、李城が真に再主観しようとした時に、 真珠がそれを妨害し、李事は、再子官をすることを諦めて、職に戻って、終始在野の名詞として、その生涯を終えたと言われている。母、歌謡国史によると、ママ母が落葉で死去すると、その遺言に従いその地に葬った。ところが、郷里の墳母に葬る習慣に反したため、再び親不幸者と非難され、罷免されてしまった。数年後、 大使中書士に任命されたが、拝命しないまま死去した。新書より300年ほど前に書かれた、歌謡国史には、大使中書士につき、三期上司を兼ねた後、長家が上表し急教に取り立てようとしたが、叶わず、その際を十分に生かすくらいにつけなかった時代を、裏開落ようで亡くなったという遺伝がある。かつての死であった、中は、陳時に、今日は、必ずや、 学問の才能を持って名を挙げることであろう。きっと挫折の浮き目に遭うだろうが、それも不幸ではない。深く慎むが良いと言ったが、その通りの結果になったと、信女は表している。三国史は三国のうちの義を正当として扱ったが、義を正当とした類書は、ほとんどが義書、王鎮の著など、など、義単独の表題としていた。職官や呉の歴史は、 あくまで、議書の中で語られたのである。これに対し陳述は、表題上は三国を対等に扱い、また本文も、議書、御書、職書と三国を分けて扱ったところに大きな違いがある。また、元は職官に仕えた人物であったため、敬語の使い方などからも、職官を比較的よく扱おうとする姿勢が見える。三国史は、視線、陳述が仕えていた職官では、 師匠を返纂する役人はほとんど置いていなかっただったが、陳寿の死後、唐の体操の時代に生死と認定された。なお、古国史、疫周期宮殿など、三国史以外の彼の著作物は現存していない。三国史については、優れた歴史書であるとの評価が高い。過去を深しが三国史を見て、自らが執筆中だった、偽書を破り捨ててしまったという話が残っている。 しかし、陳寿本人については、三国志を書くに際して、支援による曲筆を疑う話が伝わっている。例えば、かつての義の帝ただし一族の子孫たちに、当人の伝記について、あなたのお父上のことを、今、私が書いている、歴史書で高く評価しようと思うが、ついては、米戦国をいただきたいと原稿料を要求し、 それが断られるとその人物の伝記を書かなかったという話がある。また、かつて諸葛亮が自分の父を処罰し、自身がこの諸葛仙に疎まれたことを恨んで、諸葛亮の伝記で臨機応変の軍略は彼の得手ではなかったからであろうかとそれを低く評価し、諸葛仙を諸葛に巧みで名声だけが実質以上であったなどと書いたのだといった話も伝わっている。以上。 いずれも、生死、信女に収録された逸話であるが、信女という司書の正確性については、批判的な評価が多い。低正しい一族は相比に中殺されており、子孫は存在さえ疑わしい。また、新女は、諸葛亮の政治家としての才能は、非常に高く評価しており、軍事能力に疑問符をつけたとはいえ、諸葛亮衆の完成を、芝縁に操上した中で、 北罰の範囲を天命に返すなど、総合的な評価は称賛している。諸葛戦については、肯定的な評価をしていないのは事実である。信女の他にも、常が、火曜国史に、陳珠が諸葛戦から恥辱を受けた恨みゆえに、三国史で諸葛戦を悪く書いたと語った、諸区の長老の話を記しており、陳珠に対する同様の悪評は、三百四十年に、 完成した、王院の、新女など類書上に記録されており早くから広まっていた、聖子新女は648年間。だが、新女における真女が、支援による曲筆を行ったという記述は、信頼における、王なる性や聴欲による綿密な交渉によって、事実無根であると反論されている。真女の曲筆を指摘するもので最も批判を受けたのが、 後期号考察外の経緯である。精神に仕えたという立場上、その禅状という正当性に対して、重大な歌詞を与えうる。この件に関して陳述は隠蔽せざる得ず、当代の交渉学者、劉と萌育は、紀子との間属、体質の狂人と罵倒し、サイトラの餌として投げ入れても構わないと激しく、求断した。また、 陳樹は故国である食感をできる範囲で商用したもののあくまで義を正当な王朝として扱った。精神は義から禅状を受けた王朝なので義を否定することは精神を否定することになる。だから陳樹が義を正当としたのは時代状況からすれば当然と言える。また、表題を義士という単独表題にせず三国志にしたのはむしろ大きな冒険と言えるだろう。 もっとも、三国史は、世につけられた、壮大で、当初の表題は三国それぞれが独立して呼ばれていたという説もある。後世州の三原による、食感性討論が高まるにつれ、陳樹が食感を正当としなかったために、批判に拍車がかかるようになった。さらに時代が下ると、諸葛亮の深刻化区や食感性討論者の手記の、朱子学が、 朝廷における儒教の公式解釈とされたことも相まって、陳寿は一層非難を浴びることになった。一方でこれらの批判に対して記伝体としての定裁を整えるためにやむを得なかったとする意見も根強い。歴史小説家の柴良太郎は、三国志諸葛良殿における陳寿の表、略連年のごとく、軍を動かしながら最後の成功を収めなかったのは、 臨機応変の軍略に長ずるとは言えなかったのでは、あるいかについて、論称性の少ない印象批評的な外活を、ほとんど唐突に書いて、筆を置くという書き方は、今でも人を攻撃、それも陰備にするときにしばしば使われるとし、諸葛亮が現実性の希薄な食感帝国を、そこまでも保たせた、ということへの驚きを、陳述は持つべきだったと批判している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。